はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のゆうです。さあ本日なんですが、残機サーキュラーとかいうぶち壊れモンスターがね、遊戯王マスターデュエルに放り込まれまして、こいつあまりにも強いというのは、まあ皆さんも結構いろんな動画見てればよくご存知かなと思うんですが、まあ簡単に言うと、なんかアドバンテージ生みすぎ問題が発生するモンスターで、残機サーキュラーさんデッキから残機モンスターを一体墓地送って手札特殊召喚して、でさらにこの効果の発動後ターン終了までモンスター一体でしか攻撃できないっていう、まあ、制約がつくと。で、この方がすでにモンスター上に存在する状態で残機モンスターが召喚特殊召喚されたら、残機魔法トラップカードを手札に加えるということで、残機サーキュラーで、シグマを落とし、シグマを自身の効果で特殊召喚すると、残機方程式が持ってこれますんで、こいつ1枚が3枚になると。1枚が3枚になる時点でもう頭がおかしいんですけども、このモンスターを使うと何ができるかっていうと、まあ、当たり前に先行ワンキルができると当たり前にね、呼吸をするように先行ワンキルを今日はしていこうと思ってまして、でですね、今日使っていくモンスターはこれです。サイバースクロックドラゴン。これがですね、まあ、ブレインズ見ていただいた方だったら分かると思うんですが、まあ、めちゃくちゃかっこいい超脳筋のモンスターでございますと。サイバースクロックドラゴン、これどういう効果を持ってるかっていうと、こいつ融合召喚成功時になんか素材のリンクマーカーの合計分だけデッキの上からカードをおろまいして、で次のターンの終了時まで、他の自分のモンスター攻撃できないし、このカードの攻撃力がなんかめちゃくちゃにアップすると。まあ、例えば10枚送ったら1枚アップするし、まあ、20枚送ったら2枚アップするということで、まあ、今日はね最低限まあ20枚ぐらい送って、攻撃力を2万以上にはしていきます。で、自分のフィールドにうんたらかんたらみたいなこういう効果使いません一切で。じゃあ、このモンスター使って何をするかっていう話なんですけども、簡単ですね。まあ、射出すればいいと射出すればいいってことですよ。はい。で、愚かな埋葬全部デッキできますんで、まあ、デッキがゼロになるんですね。なので、まあ、絶対に墓地に行くということで、まあ、蘇生すればいいっていうのがありますから、まあ、こっち水属性なんで、まあ、アネモネで蘇生できるっていうことで、まあ、なんかめちゃくちゃ展開して、サイバースクロックドラゴンをドヤ顔でなんか出して、で、ドヤ顔で出したサイバースクロックを、トゥーって射出して、勝ち。以上です。早速。あ、ちなみにこれ、このね、ギミック使う場合ね、あのトランスコードトーカーのね、この蘇生ギミックを使っちゃうとね、なんかサイバース毒しか出せないとか、スプラッシュメイジもそうなんだけど、なんか、そういう効果あるんで、このスプラッシュメイジとトランスコードトーカーの効果は、なるべく使わないようにして展開していくっていうのが大事なんで、はい。早速ね、このクソリッキー、2枚からしかもいけます。テクダ。サーキュラーと、コーデック。で、まあ、サーキュラーはね、サイバネットマイニングとか、まあ、スモールワールドでサーチできますんで、まあ、割とね、成功率はそこそこ高いかなっていう感じですね。はい。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このデッキ、あ、ハンド強いじゃん。割といいぞ。うららもある。同時だけはケアできんな。ちょっと無限攻撃とかそっち系のね、誘発を重ねて打たれるのがちょっと一番きついんですよね。まあなんとか、あ、なんかありそうだね。なんかね、サーキュラー1枚からもなんかなんかテンペストみたいなやつが、ネオテンペストだっけな、なんかファイヤーウォールドラゴンネオテンペストみたいなやつが来るとなんかいけるっていう話は聞いたんだけど、イグニスター展開するらしくて、イグニスターでサイバースクロック出すのちょっと違うなと思ってるんだけど皆さんはどう思いますか。やっぱコードトーカー使ってなんかサイバースクロック出す方がいいですよね、さすがに。シグマ落としましょう。でさあ、そのこのぶっ壊れモンスターサーキュラーの効果を使い、増殖する G はケアできる。よし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 、いいぞ。よかった、持ってる。よかった、ハルグラ。ほい、ありえないほど特殊化するからね。増殖する G なんて言ったら、なんなら相手のデッキ切れんじゃないかっていうレベルでね、特殊召喚するからね、結構やばいよ。はい。でサーキュラー効果特殊召喚しながら、でさらにシグマの効果を発動する。自分の墓地から蘇ってくる。でサーキュラー効果、他の残機が特殊召喚されたので残機方程式を持ってこれる。なんかね、サイバースイッチとかね、その儀式を絡めるとなんかもうちょっとなんか手札の幅増えるらしいんだけど、ちょっとあんま詳しくねえや俺も。ちょっとなんか頑張って考えた自分なりのルートだから許してくれ。これはコードトーカーでマイクロコーダー持ってくれ。はい。そしてエンコードトーカーを手札のコードコードトーカー、マイクロコーダーを素材にしてリンク召喚。そしてさあ、ここからはサイバネットコーデックのお時間ですね。コーデックさん、なんかコードトーカー出てくるとなんか同じ特性のサイバースサーチするっていうターン位置がない効果ありまして、もう無限にサーチが重ねられますんでね。はい。
これでもう世界を終わらせていくことができると、まあ、このトカ使いであればこのカードを使ってね結構エクストラリンクとかあのしたりねいろいろしてると思うんですけども、まあ、今回は先行ワンキルをしていこうと。先行エクストラリンクしてる暇あるんだったら先行ワンキルしろみたいな話あるからでサイバースガジェット効果でマイクロコーダーを蘇生、そして2体のサイバース族でリンク召喚クロックスパルトイ、そしてクロックスパルトイの効果、クロックスパルトイは、リンク召喚に成功した場合にデッキからなんかサイバネットフュージョンを持ってくるっていうね、あの融合カード、うん、なんかあのプレイメーカー結構血迷っていろんな新規のモンスターやらあのエクシーズモンスターやら融合モンスターやら全部使ってるんでね、リンクモンスターだけじゃないからまあ血迷ったわけじゃないけど、さあでガジェットトークンでリンクディサイボーを出して、で2体のモンスターで、デコードとかヒットソーヒットソーヘイでヒートソウル、リンク召喚成功時サイバネットコーデックで炎属性のサイバーズを持ってこれる。はい。で、これはこうですね。そして、1枚1をドローして、まあ、ドローしちゃってもね、大丈夫です。大体。なんとかなります。はい。だから、その引いちゃいけないカードは基本的にはないんで。で、残機方程式効果、で残機サーキュラーを特殊召喚。はい。まあ、サーチがなくなったりするかもしれないけど、引いたら。まあ、それはそれで別にいいから。っていうことだから、特殊召喚すればいいし、みたいなね。でヒートソウルとサーキュラーでリンク召喚コールトーカーインバートで、インバートリンク召喚成功時効果っていうだからサブトラを出すと、まあ、サブトラは別に自身で特殊ができるからあんま関係ないんだけどこれ、ね、はい。でエクスコールトーカーこれ順番間違えるとおかしくなるからサブトラとインバートでエクスコードトーカー、そしてチェーン1サイバネットコーデック風属性持ってくる、でエクスコールトーカー効果高校 OK でクロックワイバー持ってきて、このモンスターをね融合スターにしてるんですよね、サイバースクロックドラゴンっていうのは。でサイバー、クロックワイバーの効果によってトークンが出て、でトークンをリンクリボーに変える。これリンク召喚はね、なんかね、墓地に素材をめちゃくちゃ貯めないといけないんですよね。じゃあ、ルート上。で、サイバネットフュージョンを発動。融合召喚条件は、クロックワイバーンプラス、リンクモンスター1体以上。今、雄大なる翼がどうのこうの。融合召喚。これ、あの、まだこいつね、本気出してないんで、俺はまだ本気出してないんだけど、ちょっと後で召喚工場はしっかと言います。で、サイバースクロックドラゴンの効果で、めっちゃ打点が上がる。それでも5500だけどね。まだ本気出してなくて5500 こいつの本気ってどうなるんだみたいな話ある。大丈夫だな、がっちり両方とも落ちてるとかいうガチでやばいことは起きなかった。こことここ3体のモンスターでリンク召喚。ちなみにトランスコードトーカーの効果はちょっと今回諸事情により使えません。一応蘇生効果持ってるんですけどちょっとサイバー縛りついちゃうんで、トランスコードと同じ属性のガッチリアットイグニスターを、まあ、ちょっとここだけがね若干ね難点で、やっぱイグニスターあんま使いたくなくて敵キャラだからコールトーカーだけでなんとかしたいんだけどちょっとさすがに無理だった。で、クロックリザードさあ行くぜ。クロックリザードは恐るべき効果を持っている。このモンスターは自分をリリースすることにより墓地で存在する融合モンスターをデッキに戻し、いらない融合召喚を捨てることができる。サイバースクロックドラゴンをデッキに戻し、自分の墓地のモンスターをスライドし、融合召喚を行う。今、雄大なる翼の元に集い、つわものたちよ。新たなる伝説となれ、融合召喚いでよ、サイバースクロックドラゴン効果発動サイバースクロックアップ打点 !22500! 攻撃力 !22500! そして、魔合心、ソルキウスの効果、手札を2枚墓地に送り自身を特殊召喚、さらに自分の墓地で存在する無人機関アルギロシステムの効果、セリオンズリーパーパムを手札に加えていく。そして自分の墓地で存在するクリストロンローズリクスの効果、このカードをゲームから除外し水属性のトークンを特殊召喚、さらに
セリオンズリーパーファームの効果。自分の墓地のセリオンズリーパーファームを対象に自身を装備。さらに水属性モンスター2体の魂をリンクワーカーにセット。サーキットコンバイン。力を借りるぜブルーエンジェル。あらあれろこうある。あれもね、効果発動。自分の墓地の攻撃力が1500以下の水属性モンスターを特殊召喚。かっこ効果は有効。うおー発射パルスプッシャー。つえー対戦ありがとうございました。っていうか着席ありがとうございました。